T12 ブラインドマラソンの道下美里です。とりあえず昨日終えてまだ正直、夢心地です昨日から全く寝れてないっていうのもありまして、はいえー、まあこの大会に向けて5年前リオでの悔しさを味わってそこから仲間と一緒にこの大会に向けて準備を重ねてきました。本当に たくさんの練習を重ねてみんなと準備をしてきた結果こういうメダルを獲得できたことが本当に何より嬉しいですしたくさんの人にこの5年間支え応援いただいてこここににたたどり着けたことに感無量ですリオ大会を終えた時にこの東京大会、うん、と出場が終えて出場が決まって。 で私はその時の目標に大観衆の中で走りたいっていうことを取材の時に答えたことがあってで、まあ、コロナの、ね、今状況でそれが夢がかなわなかったんですけれどもこの大観衆の中で走りたいっていう私の思いを汲み取った仲間が。 地元太宰府の方とかが声を掛け合って地元の小中学生だったり地域の方々に声をかけて応援メッセージっていうのを書いてくださって7,000通を超えるような皆さんから体育館いっぱいの応援メッセージを頂い,いたことがあってで実は そののメッセージ自体は私は私見えないので正直メッセージをいただいたことはすごく嬉しかったんですけれどもこのメッセージが読めないから悲しいんだっていうことを伝えた時に周りの仲間がじゃあそれを音声に起こして全部私たちが伝え,伝えるっていうふうに言ってくださって私が所属しているホ堀公園ブラインドランナーズクラブの サポーターの皆さんだったりブラインドの方がすべて音声に起こしてくれて、えー、コロナっていう状況下でいろんな不安だったり自分自身が気持ちがなれそうになることもあったんですけれどもそのメッセージを毎日聞きながら東京大会に向けて思いを高めていきましたなのでなんか何かできないってことがあっても こういうことができるよっていうのを周りの仲間から教えてもらった大会でもあったし本当にその後しか結果につながったっていうことをすごく実感できる大会でもありました職場の方とかもアバターで応援って言って本当に応援団ですごい熱い <laughs> あのみんなで集まって 集まってというかアバターでつながってですね応援とかもしてくださっていろんな工夫をして応援っていうのを体現してくれてあのすごいレース中もその見えない力っていうのを感じながら走れたので本当自国開催の大会でコロナだったからこそいろんな今まで経験できなかったようなことを感じさせてもらえたそんな大会だったなというふうに思うとても今幸せです。